長領しのぎは、大韓民国の実業家。父親は、韓国の財閥、関心グループの創設者、長十君であり、関心グループに入社後は、後継者の道を歩んだ。大韓航空社長、関心グループ副会長、大韓航空会長などを経て、2003年には、関心グループ会長に就任した。2019年3月27日の、 大韓航空における株主総会で、自らの取締役祭に案が否決され、取締役会から外れた。2019年4月7日、滞在先のアメリカ合衆国ロサンゼルスの病院で死去。70歳没。葬儀は、関心のグループ葬として4月12日から16日の5日間に、渡り、行われ、景気堂、竜飛都市にある先祖代々の墓地に葬られた。 2014年、ピョンチャンオリンピック組織委員会の委員長が、資金難を理由に辞任すると新たに組織委員長に就任。他の有力財閥などからの資金提供を引き出して、同委員会を立て直す功労者となった。一方で長女で、大会航空副社長であった、長健賀が粗暴な振る舞いで失脚すると、自己批判をせざるを得ない立場に追い込まれたほか、 次第に関心グループ中核会社の一つである関心海運が深刻な経営危機に陥り2016年5月3日にオリンピックの開催を待たずに組織委員長を辞任した2018年5月31日ソウル南部地検は町の脱税横領容疑で大韓航空の本社などを家宅捜索 同年10月15日には、超国際租税調整に関する法律違反の罪や、特定経済犯罪加重処罰法上の横領、背任、詐欺、薬事法違反の罪などで、在宅起訴した。薬局を雇用した薬剤師の名義で、実質的に運営していたことなどによる容疑であり、翌月には、国民健康保険公団が支出していた約1 0 0億、ウォンを回収する名目で、 ソウル市内の住宅などを差し押さえる手続きを行っている。同時期には自宅の警備やメンテナンス費用などを関心グループに支出させていたことも報道されている。ありがとうございます。